はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。今日はですね、ジャパンカップじゃなくて N1 リーグ優勝決定戦の動画になります。何年目だ、 N1 リーグ1年目、このノートレーニングマンに就任してから44年目、なんと N1 リーグ首位に立っております。得点数72と、もうね、圧倒的な得点力を誇ってるこのノートレーニングマン。いやー、もうこれはもう優勝ね、決めましょう。この試合があって、対サイトは筑波です。意外と強いイメージあるんだけど、結構 C が多くてね、そこまで強くなかったね。はい、一応今シーズンの戦いなんだけど、リマッセ大阪以外全部が勝ってんだよね。リマッセ大阪でも強かったね。はい、でゴールランキングは今のところ美穂が25ゴール、モタイが22ゴールと、もうさすがですね。はい、でアシストランキング湯浅が17アシスト、もうね、負けるわけがありません。ジャパンカップなんですけれども、まあ、一応東島ビクトリーに11回戦勝ってます。でね、日本代表にね、選手が8名選ばれてますということで紹介しますか。いや、もういいか、めんどくせえから。とりあえず育てた選手はほぼ選ばれてるのと、あと奇跡的にね、この室伏、このオール C700万、室伏がなぜか日本代表に選ばれています。はい、以上です。じゃあそれでは優勝決定戦の試合に挑みましょう。もうね、優勝もほぼ確実なんで、はい。ちょっと神山がね、疲労してるので変えて、で、この諸星とあの川島をちょっと新しくね、加入しましたね。今この2人育てて、それディフェンスラインを強くして、あとはゴールキーパーだけでね、入れるのは。だから、できれば、もう来シーズンあたりグリフィンとかお金があれば入れたいんだけどもね。まあ、それはどうなるかというところですね。はい。じゃあ、それでは、試合開始です。本当にグリフィン欲しい。もう育てるのめんどくせえ。うん。もうね、特訓、ほぼなんか、結構強くするのに、オールウェイ以上にするのにね、もう、何年必要なんだ。まあ、オールウェイ以上だけするならいいんだけど、なんか一応、シュートとか、なんかいろんなシュート練習とか、あの、マルセイユルーレットとか、なんかいろいろあるじゃないですか。あれをね、ちょっと覚えさせたいんでね。結構時間かかるんだよね。ちょっと待って待って、どうした？いきなり失点したけど。あ、まあでも大丈夫でしょう。もうあとでね、一試合勝てばいいだけなんで。はい。いや、もう次ね、ここまで来たかっていう感じだよな。で、まだ早いか。一応来シーズンもうね、アジアチャレンジトロフィーに出るのはもう確定してて、まあ多分優勝ももう、まあ、できるでしょう。まあこの能力あれば。なので、ほんと楽しみだね、アジア大会が。いや、もう強すぎる。やっぱりもうね、特訓は大切だね。こいつらね、やっぱね、4年間ぐらいで、ね、試合全く出ずに特訓してたからね。素晴らしいわ、この、モタイが強すぎるんだよな。モタイをちょっとフォワードにコンバートさせようかもちょっと迷うね。なんかね、テクニック高い選手を取りたいんだけど、テクニック B 以上の選手ってなんか、大体ね、あれなんだよね。ミッドフィルダーなんだよね。ディフェンダーでいないかな。あとゴールキーパー強いの欲しいんだけど、キキョウが一番欲しいんだけど、まあ、ちょっと無理だね。こう。森口取り消取り消。ちょっと遅いな、やっぱ足が。これ他のね、オールエースの選手見ちゃうとやっぱね、足が遅い感じるよね。もうディフェンスラインと前の方も全然、レベルが違う。米村、さすがです。もうね、ディフェンスは米村が全て支えてます。米村でもちゃんと上がります。上がってパス出します。ユーアーさん、お前そこ決めてくれよ。まあ、オールエースじゃないから無理か。いや、強すぎ。草薙。室伏日本代表だからね。一応オール C だけど。なぜか選ばれちゃったって感じだよね。代表監督見る目ないね。チーム状況がいいからってやっぱね、そのチームの人を呼んじゃうんだけれども、実際は、その呼んだ選手あんま良くないってこともね、あるかもしれないからね。その典型的なパターンですね、これは。いやー、相手シュートうめえな。まあまあでも3失点ぐらいまでは仕方ないんでね、割り切りです。一応ね、今シーズンね、1点も取れなかった試合はないんだよね。で、1
回 1得点だけの試合が2試合ぐらいあったのかな。一応失点29っていう数字は意外と悪くないんだよ。ほら、リーグ3位だね。リマッセ、メンソーレ、ノートレーニングマの次で失点が少ないね。あれだ、函館ペンタゴンもすごい失点少ないけどって感じですね。もうリマッセ大阪失点少ないの 100% グリフィンのおかげ。あ、なんか点取ったわ。ちょっと見るか。マジでグリフィン強すぎ。グリフィンちょっとマジで取りてえ。ちょっと数年前にね、グリフィンね、あのオファーのところに行ったんだけどね、お金さすがに足りなかったね。いや、さすがですね、石崎。相手ディフェンダー強いのか。まあ、そうでもないのか。まあ、相手ね、あんま足速くないんで。まあ、このゲームほんとスピードゲーなんで。てか、サッカーゲーム、結構スピードゲーだよな。どう思います？結構やっぱ、ウイレとか FIFA、もうウイレじゃないのか。まあ、ウイレとか FIFA は、結構スピード系だもんね。こんな感じで言って。もうなんかスピード速くないと人権ないっていう。だからなんかブスケツとか、そんな足、なんて言ったら、上手い選手。上手い選手があんまりなんかゲーム内で使われにくいっていうのはちょっとなんかもったいないよね。やっぱなんかもうちょっとパス能力値高い選手をさ、どうにかしてほしいね。もうすぐでもあれだよね。FIFA23 発売されるということでね、非常に楽しみです。でもね、残念なことにね、おい、何やってんだよ。もう、ダメだ。ユネスラインっていうかもう、終わってますし、もう、キーパーちょっともうさ、石崎とかにしてみちゃう、いっそのこと。ちょっとそこは考えよう。で、じゃあ FIFA23 の話するんだけど、J リーグなくなっちゃったね、ついに。もう、ブラウレッツ使えないんだよ。でもなんか、日本代表、ワールドカップで日本代表があるらしいから、日本代表のチームで、ちょっとなんか、プレミアリーグとか、戦ってみたいなと思う。できるよね、多分。まあ多分 J リーグ浦和レッズで戦うことは多分できないので。あとあれだね、モッド PC 版で今回買ったので、モッド J リーグのモッド多分できると思うんだよね。だからその J リーグモッドでやってみたいな。浦和レッズを優勝に導きたいね。まあ、しょ FIFA23アルティメットチーム、UT もね、ちょっとやるつもりではいるんだけど、一応ね、課金もちょっとしようかな、1万円ぐらい。UT でもな、あれ、本当に、俺、下手くそだからね、ストレス止まっちゃうね、ああいうゲーム。いや、すごいシュート。いや、これまで、勝つつもりで動画撮ったんだけど、これちょっと勝てないとかやめてよ。なんとしてでも勝ってくれ。おい、相手キーパー強くね？ジョンソン。ジョンソン、こいつ何者だ？やっぱスピード S なんだよな。このゲーム。スピード S だとゴールキーパーもなんか強くなる。なんでだ？テクニックは何なんだろうね。テクニックはボール奪われにくくなるとかあんのかな？青いね、ムロフシ、お前日本代表だろう。なぜか。いやー、これはちょっと時間足りねえか。あと2点。ね、頼む。じゃあちょっと時間足りなそう。相手ロングスロー投げんのかよ。大丈夫か、ちょっと怖かった。キーパー今のキャッチする。おい、ゲームお前一人で行け。時間がない。お二人でごついごすんな、お前ら。いや、ちょっとフィジカル上げしちゃえば。今さ。おーい。もう終わった。いや、マジか。今シーズン2敗目。いやー、まあまあまあ。優勝はとりあえずね、事実に持ち越されました。え？違かったわ。岩瀬負けたか。そういうことね。多分そうだね。ついに、ノートレーニング馬が N リーグチャンピオンに。これ驚きだわ。ちゃんとね、ゴールキーパー宇佐美にしてきたんだよ。この理由としてはね、やっぱこの44年間ずっと同じチームにいたね、この宇佐美をね、出したいと思いね、今日出したんだよね。本当は森保だったんだけど、宇佐美に変えた。いやー、ついに N リーグ N1 優勝。いやー、やっとか。長かったね、本当に。
優勝まで44年、まあ試合には負けたけど、リマステがエルドラドに負けたのか。はい、これで優勝が決めました。あと残り2試合だったらね。はいはい。この驚くべきことにね、この上から3つ目見てもらえれば分かるんだけど、エルドラド王子にこれ、アウェイ9対0で勝ったんだよね。これすごくない？このチームの相手に9対0だからね。はい。じゃあ、今回はここで終わりです。ジャパンカップ、決勝戦の動画ですね。多分次は。で、目指せ2冠をやっていきたいと思います。もうジャパンカップ途中で負けたら、決勝戦の動画ないんですが、とりあえず、次の予定は、ジャパンカップ決勝戦の動画です。はい、じゃあ今回はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。